お疲れ様です。チーム軍艦のいです。このチャンネルは無課金阪神純正でプロスピ楽しんでおります。ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。はい、ということで大会お疲れ様でした。リボン獲得のために大会頑張ったんですけども、残念ながら1032ということで、はい、ギリギリリボン獲得できませんでした。いやー、どうなんですかね。もちろん悔しい気持ちもあるんですけど、しっかり頑張ったんで仕方ないかなと思っています。ルーム戦でね、本当練習したおかげで打率もそこそこ良かったし、本当ね、楽しい1週間になりました。本当にありがとうございました。あと1勝してたら多分ね、リボン獲得できてたと思うんですけど、怖くてね、試合できなくて、んで最終日の金曜日はもう仕事でプロスピできなかったんで、はい、もうあとは祈るのみっていうところだったんですけど、はい、1032ということで、まあおそらくね、来年もあると思うんで、そこでリベンジできるように頑張ってやっていきたいなと思います。はい、それで、成績の方なんですけども、まあそこそこ打てたんじゃないかなといったところで、打率もね4割7分ありました。で、34勝できて、9連勝もね2回できたりとかね、序盤の方はね本当ね調子良かったですね。で、やっぱりこの大会もね終盤になっていくにつれて、レートが高い人とか、レートは低いんですけど猛者の方だったりとか、本当にね大変だったですかね、水曜日木曜日は。で、まあ一番打ちやすかったのはバース選手ですかね。やっぱりさすがだなといったところで、次はね、マルちゃんでしたね。シリーズ1の4戦のマルちゃん、ほんと打ちやすかったといったところですかね。はい、残念ながらリボンは獲得できなかったんですけども、次の目標は名人になりたいというところで、名人目指してランク戦頑張っていきたいなと思います。ランク戦ね、もう最後にやったのがもう7月の5日、もう1ヶ月前だと思うんで、はい、楽しんでやっていきたいと思いますので、そちらも試合見ていただけたら嬉しいです。それではやっていきましょう。はい、というわけでランク戦やっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。お願いします。ピッチャーからやっていきたいと思います。おお、バント、マジで1試合目からこんな感じ。スタンプ、つらい、つらくないよ、まだまだ始まったばっかり。いやー、久々にランク戦するんで楽しみ。変化球打てるかなっていったとこですかね。さあ、お、ナイスバッティング、惜しい。やっぱりね、藤波さんが強かったっすかね、今大会。うん、負けんかったと思います。全部勝てたと思います、藤波さんの時は。で、逆にね、お相手さんが藤波さんの時は、もう全然打てなくて、はい、もう苦労した感じですね。アニバの藤波投手使ってる人もいたし、どっちにしてもね、やっぱり、スピードがあるんでね、藤波さんは。とても打つのが難しかった印象ですね。OK! 俺もスタンプ押してみよう。さあ、スタンプ合戦になってますけども、前田健太投手、A ランク、打てるかな ?OK! あ、取られた。ちょっと待って、1打席目。さあ、掛布さん、頑張れ。うわー、やばい、めっちゃ遅く感じる。 OKOK、 ストレートをバチコーンですね。掛布さん、うわ、入った、ナイス。 OK、 ナイスナイスナイス。さあ頼む、さあ頼む。うわ、めっちゃ遅く感じる。やばい。オッケーオッケー。やっぱりラインドライブは打ちやすいんだよね。おお、入った。お、ボール球やけど。あ、前剣強い。打てないとちょっとやばいぞ。やば。すごい空振り。おお、振り遅れたと思った。ナイス、1点入りました。さあ岡田さん、岡田さんもね、大会中いいとこで打ってくれたんですよね。いやー、やっぱりね、相棒です、岡田さんは。うん、前剣スライダー打ちにく。あー、やばい、長径やし、ミート打ち。よしよしよし。うお、入った。マジか。
こんな感じでいいのか。ちょっとね、リボン取れたら、なんていうんですかね、ランク戦の、動画も結構上げていきたいなと思ってたんですけど、残念ながらね、リボン取れなかったし、見たいよっていう方がいたら、ランク戦のね、動画もバンバン出していきたいなと思うんですけど、まあ、とりあえずね、名人目指して、お、取った、勝ちました。ありがとうございました。さすがにあれで終われないんで、もう一試合やっていきたいと思います。よろしくお願いします。山本さん、打てるか。やっていきましょう。1番、近本さんにしてきました。やっぱりね、近本さんで盗塁したいんで。よいしょ。あ、惜しい。さあ、頼む。おっと、引っ張ってしまった。マジか。やば。流したつもりが。あ、やばい。やばい。打てなくて焦る。おっと。さあさあ、ホームラン打ちたい。あー、危ね。ナイスヒット。ちょっと待って、引っ張ってまう。やば。いけー。惜しい。